12球団監督いるのランキング決まりやろな。これで順位で並べとるだけやんけ。立浪より阿部のがやばいが証明された。アライタス藤井ヘッドだな。阿部は県外とか殿堂入りとかにしとけ。今江は素晴らしい先輩の上におってええんか。鍋球も無能扱いになってるやん。ちゃんと PL には PL ってつけないとあかん。新庄はエンターテイナーとして優秀すぎる。人気何倍にもしたでしょう。阿部とかいう PL を超えた男。阿部長期政権に期待増し増し。三浦と立浪入れ替えていいぞ。朗報ビッグボスかなりまともだった。番長は二軍監督みたいなことしてるけどええんか。落合監督は結果が全て、つまり阿部は半分より上だよ。松井和夫は2軍でもうんこ監督してたからな。今の戦力は雑魚でかわいそうだけど無能だわ。タッツは殿堂入りだけど荒井有能か。菊池3番とかバント多用とかありえんぞ。巨戦がバントの話題で荒れまくってて、くさ松井和夫より下かよ。アホが適当に名前並べました。根拠はないでしゅみたいなランキングや。ご視聴ありがとうございました。